生活保護の在り方を問う裁判が今日開かれました。国が生活保護費の基準額を引き下げたのは違反だとして減額の取り消しを求めた裁判で、静岡地裁は今日原告の訴えを認める判決を言い渡しました。原告の一人で浜松市に住む山本貞夫さん78歳です。今日29、昨日で賞味期限切れた。元はとび職をしていましたが腰を痛めてから働けなくなり、15年ほど前から生活保護を受けています。見て見て見て、65,470円。山本さんはこの金額で毎月暮らしています。生活保護が頼りのギリギリの生活、食費を切り詰めるしかないと食事の回数を減らし、少しでも安いものを小分けして食べます。先だってもらわない、生きてるだけ。書いてあるよ。生活保護制度をありがたい存在とは思っているものの、この金額では生活は限界だと話します。はっきり言ってさ、5万で5万で今そんなことできるよね。ご時世最低文化的なとか健康的なってできるわけで、どんどん体悪くなる。訴えているのは山本さんを含め生活保護の受給者6人です。訴訟などによりますと、国は物価下落などを理由に2013年から3年間で食費や光熱費などの生活部分の基準額を最大で 10% 引き下げ、合わせて670億円を削減しました。原告は居住する自治体を相手取り、減額処分の取り消しを求めたのです。言い渡しは原告側の勝訴です。生活保護費の引き下げの取り消しを求めている原告側の請求は認められる形となりました。午後1時過ぎ、原告団や支援者から歓喜の声が上がりました。静岡地裁で今日開かれた裁判で菊池恵里裁判長は原告側の訴えを認め、自治体側に引き下げの取り消しを命じました。本当にこんな喜ばしいことは何十年ぶりです。久しぶりに嬉しく思います。原告になって一番嬉しいから、7年間戦ってきて本当に良かったと心から感じております。弁護団長は判決の意義は大きいと評価します。実態をよく直視してね、そこでもってやっぱり一つの政策を打ち立てていくということが本来のその行政とか政治の在り方は何だろうと思うんだけども。生活保護の減額・取り消しを求めた裁判は29の都道府県で起きていて、原告側の勝訴は11件目となりました。一方で原告敗訴も10件あり、司法の判断は真っ二つに分かれています。